太陽系の皆様どうも、こんにちは。お疲れ様です。今日は令和3年の10月27日、水曜日です。今日は我が家の、桃畑ではこの桃の木の老木を切りながら焚き火を、開始しています。また焚き火をね、焚き火してるんですけどね、今日はまた何個か妻がね、さつまいもを持ってきたみたいだけど、芋がかわいそうだから、今日しないでいる、どうするなんて言って、いるところです。桃の木は、木の寿命自体は、本当に、短いので、早く老木になってしまいます。木の肌とかもね、すぐに、年を取ってしまって、日が当たった部分は焼けて、樹皮がね、こう、むけてしまったりしてね、枯れ込んできます。そうすると、樹勢っていうのは、だいぶ弱くなってしまうので、桃の大きさも小さくなってしまったり、だけど逆に桃が甘くなるっていうね、いいところもあるんですけどね。老木になるにつれて、桃が甘くなるっていうのもあるので、老木が全て悪いとは思わなくて、残すものもあります。この木ももうだいぶ老木になってしまったんだけど、まだちょっとね、今年は残しそうかなと。みんな切っちゃうと収穫量が減ってしまうし、この木は残そうかな、みたいな。で、この木はちょっと父の時代に植えたんだけど、密植すぎるので、距離がね、木と木の間が密植の状態なので、おろ抜いて行かなければならなかったり、将来性のある木であれば、またこれを移すとかね、どこか、この近くに移すとか、そういうことを考えていかなければなりません。とりあえず、今の我が県の、農家は、桃農家はこんなようなことをやったり、してるところです。そんなことで、もうちょっとで、お昼になるようですけど、お昼ご飯も楽しみなので、これで午後からも頑張っていきましょう。本日も誠にお疲れ様です。以上です。